まあ、とにかくジュニアの重鎮という形の選手です。どうも皆さんこんにちは、ドリアン助川です。いや、レオパルドの愛車でございます。よいしょ、はい、というわけで今日はプロレスシリーズでございます。今日はですね、またあるレスラーをね、こう一人取り上げて、それについてお話をしていこうかと思います。今日取り上げるレスラーは、重鎮サンダーライガー選手でございます。もうね、ライガー選手はもう引退なさっているんですけども、この選手が今、まあ結構ね、テレビとかに出てますけども、あの選手がいかにすごかったか、いかに偉大な人なのかっていうのを、ちょっとね、今日はね、語っていこうかなと思ってます。もう引退してしまったんでね、残念なんですけども、まあ、それまでの、まあ、経歴とか、そういうものをちょっと簡単にかいつまんでお話できればいいかなと思っております。それでは早速、重鎮サンダーライガーについて、語っていくぞ。いやいやいや、重鎮サンダーライガー選手について、まあ、選手っていうか、まあ、今もう3ですね、について、お話していこうと思いますが、怒りの重鎮と言われてるね、重鎮サンダーライガー選手なんですけど、重鎮サンダーライガー選手が登場したのは1989年なんですね。4月の29日、東京ドーム大会でですね、突如として現れた覆面レスラーでございます。当初は重鎮ライガーという名前で、出てきたんですけど、それはもともと永井豪先生が、書いたアニメ、重鎮ライガーっていうものがありまして、そことの、まあ、コラボっていうかね、まあ、タイガーマスクと同じ流れですよ。タイガーマスクがっていうアニメがあって、そこから、レスラーが生まれたみたいな感じで同じです。で、デビュー戦でですね、小林邦明選手と戦いました。で、ライガースープレックスっていうのでね、勝ったんですけど、同年1989年の5月にはですね、その当時 IWGP ジュニアヘビー級の王者だった長谷博選手、ね、この長谷博選手とベルトをかけて戦って、第9代IWGP ジュニアヘビー級の王座を獲得ということですね。登場しても1ヶ月で、ジュニアの頂点に達したということですね。でそこからですね、ライガーと同世代の、選手、エルサムライとかホナガノリオとかですね、ワイルドペガサスとかですね、2代目ブラックタイガーとか、そういう選手たちとこうしのぎを削り合って戦っていた。そしてアメリカの WCW っていう団体があったんですけど、そこにもね、遠征して、海外にもその名前は轟いていったということであります。だからもう、1990年代に入ると、もう、ジュニアの中ではもうトップクラスの、まあ、選手、まあ、世界に、日本だけじゃなく、世界でもトップクラスの選手に上り詰めたということでございます。で、その、新日本プロレスっていうメジャー団体にいたんだけども、そのインディー団体とも交流があって、いろんなインディー団体に出場したりもしてたんですね。その当時は珍しかったんですよ。今はそんな珍しくないけど、で そういうつてがあったからこそ、ジュニアでなんか面白いことやろうじゃないかということで、その当時ウルティモドラゴン選手とか、グレートサスケ選手と、ね、一緒にね、やったのが1994年スーパー J カップっていうのを開催しました。これはですね、いろんな団体のジュニア選手も団体の垣根を越えて、トーナメントで、をやろうじゃないかということでですね、いろんな、もうその当時いろんな団体があって、その中のもうトップクラスのジュニアの選手が集まって戦うという、私はもうその大会を本当楽しみで楽しみでしょうがなかったんですよ。で、だってもう本当に普段戦うことがない選手たちが集まるわけですから、こんな面白いトーナメントありませんですよ。で、結局ね、その大会、第1回大会はワイルドペガサス選手がね、優勝で終わったんですけども、それだけで終わらずに、2年後ですね、1996年には今度はですね、日本にいるこうジュニアのベルトを持ってる選手を集めて、それを全部統一しようじゃないかと、俗に言うジュニアヘビー級の8冠ってやつね、ジュニア8冠ってやつ、これを開催した。だから1回戦ずつベルト持った人同士が戦って、で勝った方がベルトを取る、つまり一射ずつ全部がタイトルマッチになって、最終的には8本のベルトを優勝者は持つという形になるんですね。これはザ・グレッツ・サスケ選手が初代のジュニア8冠に輝きました。そういうですね、団体の垣根を越えていろんな選手とつながって、ジュニア全体の底上げをしていく、
でそこから出てきたのが例えばハヤブサ選手とかね、あのいたんですよ、高道の選手とか、あのインディでずっと埋もれてるわけじゃないけども、あこんなすごい人がいるんだってメジャーの人たちも目をつけるわけですよ。あインディもすごいなって、インディのジュニアの選手もすごいなっていうのを発見してくる。それをやっぱり手がけたのはジュシサンダライガー選手で、そこからも、まあ、そういう大会、大きい大会もあるんだけど、あの新日本プロレスの中でも、当時ね、あの一つ下ぐらいの世代になったのかな、あの大谷慎二郎選手とか金本浩二選手とかね、高山隆二選手とかと、ね、そういう一世代下の人たちともバチバチやり合って、新日本ジュニアというのはその当時が黄金時代と呼ばれております。で、あのライガーってあのずっと最初は重心ライガーで出たんだけど、アニメもやってたからアニメの中でライガーっていうのは進化していくんですよ。重心ライガーからファイヤーライガーになって、そして最終形態が重心サンダーライガーという形になったんですね。でその重心サンダーライガーになってからずっともう重心サンダーライガーなんですけども、そこからもう90年代はもうずっと、ね、あのいろんな選手と戦って、で2000年代に入ると今度はヒールにもやったんですよ。ヒールあの CTU っていうユニットを作って、あのジュニアのヒール軍団、ね、だへあのベビーフェイスだけじゃなくてヒールとしても盛り上げていったということでございます。でそのもちろん実力ももちろんある、当たり前だけど実力もあるんだけど、それだけじゃなくて、あのなんていうのかな、技の開発にもすごく余念がなくて、もともと機械体操やってたのに飛び技はすごいかったんですよ。でそこで開発されたのがシューティングスタープレスっていう技なんですね。これも最初見た時は驚きましたね。シューティングスタープレス、あのムーンサルトプレスの、まあ、逆って考えてもらうといいので、ちょっと分かりにくいかな、うん、とかね。それだけじゃなくてパワー技、例えば投げ技とかでもあの垂直落下式のブレンバスターをジュニアで使っていたり、あとはやっぱり衝撃だったのがフィッシャーマンズバスターっていう技ですね。フィッシャーマンズスープレックスっていうのがあるんですけど、フィッシャーマンズスープレックスは後ろに今スープレックスしてそのカウントを取るってやつなんだけど、そうじゃなくてそこから下に落とす、フィッシャーマンズスープレックスで持ち上げて下に落とすっていうね、いろんな技の開発、あとはコッポーっていうこう古武術があるんですけど、それの技を応用する、例えばこう小手ってやつ、小手だったり胴回し蹴りだったりね、そういういろんな要素をかき集めていって、もう研究熱心でもあった選手でございます。で、まあいろんな試合があるんですけど、引退するまでね、まあ2020年に引退しちゃったんだけど、まあ最後の方はもう第一線は退いてたんだけど、あの最後の最後西森選手の IWGP ジュニアヘビーに挑戦して、それで負けて引退を決意したんですけども、あのそれまでにはですね、たくさんの試合をしてましたから、私の中で残ってるこう印象に残ってる試合としては、まあそうだな、まあ2つ挙げましょう。1つが1996年のグレートムタ戦。このグレートムタ戦ではあのマスク破られるんですよ。その時白いコスチュームで来たのかな。でマスク破られたその下にペイントしたライダーが現れまして、戦ったんですけど、それが俗に言うですね、強心ライガーとか鬼神ライガーって言われるものですね。本当に怒り狂った時しかそれは出てこないって言われてるものなんですけど、そういう姿を表したっていうのと、やっぱりムタ選手とのこう、なんつうのかな、夢の対決みたいなね、ところもあったり、あとはですね、ライガー選手はジュニアヘビー級でありながら、ヘビー級の選手とも戦ってて、その時はバトルライガーって形、上半身のコスチューム脱いでね、戦ってたんですけど、2002年だったかな、鈴木みのる選手がまだパンクラスにいた頃、その鈴木みのる選手と戦ってる、その時もバトルライガーでやって、その時はパンクラスのルールでやったのかな。この話についてちょっと後でちょっと話しますけども、まあいろんなね、そういうヘビー級の選手とも戦ってたし、ジュニアの中でもすごい伝説的な試合もたくさんありますけども、まあとにかくジュニアの重鎮という形の選手です。はい。でタイトルなんかもここには挙げらんない、まあ一応今パッと載せますけど、こんな感じです。あのタイトルはもうもっと全部挙げたら本当にキリがないんで、このぐらいタイトルたくさん取ってるんですね。で、引退してから、WWE っていう団体があるんですけど、そこの殿堂入りでね、あの日本人選手ではその当時はアントニオ猪木と藤浪辰巳しか殿堂入りしてなかったんですよ。その3人目に選ばれたのが重心サンダーライガーだったんですね。
それだけやっぱ海外でも認められてた選手ということでございます、うん、じゃあ最後にですね、鈴木みのる選手との試合についてお話したいと思います、2002年にパンクラスで鈴木みのる選手とやった時の試合なんですけど、本来は佐々木健介選手が戦う予定だったんですよ、本来は。だけどいろいろあって佐々木健介選手と試合ができなくなってしまった。でその当時鈴木みのるはもう引退を決意してたんですね。で、佐々木健介の試合が流れてしまった時に、ライガ選手がですね、みのる選手に電話したそうなんですよ。お前このままでいいのかと、このまま引退してそれでいいのかと、だから俺がやってやるよと、どんなルールでもいいと、お前のルールでもいいと、とにかくこのまま終わってお前はいい選手じゃないということで、鈴木みのる選手との一騎打ち、しかも、ルールはパンクラスルールって向こうに完全に有利なルールで、それでも試合をしたと、向こうに一人で乗り込んでてね。でそこから鈴木みのる選手はもう一度プロレスっていうものを見直して、本格的なプロレスに参戦していったと。それまでパンクラスっていう、こうどっちかというと格闘技色が強い戦いをしてたんだけど、今現在も現役でやってますよね、鈴木みのる選手ね。でですよ、でそのライガーが引退を発表した時に一番最初に噛みついたのが鈴木みのるなんですよ今度、ね、おめえはこのまま終わる選手じゃねえだろうと、ふざけるなと、ね、みのる選手はヒールなんだけど、僕は好きなんですよ、鈴木みのるっていう人間が。レスラーも好きだけど、その中には叱咤激励なんですよ。お前最後に一花咲かせようぜと、お前ライガーさん俺の時も助けてくれただろうと、最後の最後にこのまま終わっていい選手じゃないよってことで、まあヒールだからそういう言い方しないけど、とにかく徹底的に追い込んで怒りを何つうのかな、湧き立たせてで最終的に試合をするんですよ。でその試合は本当に熱い試合で、その時バトルライガーできたのかな確かな、うん、で最後もう追い詰めたんだけど、結局最後はゴッチ式パイルドライバーでミノル選手がね勝つんですよ。で鈴木みのるさん大ヒールですよ、大ヒール。だけど試合終わって大の字になったライガー選手のそばに寄ってきて正座をして座礼するんですよ、座礼をする。それはやっぱりプロレスを長年見てきたそのライガーと鈴木みのるの歴史を知ってる者にとっては本当にもう涙が出る瞬間だったんですよ。私なんか泣きましたもんねあの瞬間は泣きましたよ、うん、やっぱ鈴木みのるの気持ちがね伝わって、でライガーもそれを完全に受け止めて、うん、本当にいい試合でしたね。殺伐とはしてたんだけど、それを出したかったんだと思うんですよ鈴木みのるは。ライガーの怖さを最後にみんなに見せたかったんだもん、強さをみんなに見せたくてそういう試合をあえてしたと。鈴木みのるも立派だったし、ライガー選手も立派でした。という長々とした、ライガー選手のね、試合、まあ本当にライガー選手って人間的にもすごい面白い方だし、YouTube とかもやってるんでぜひぜひ見てください。本当にね、面白い方です。特撮が好きだったりね、食虫植物育ててみたりね、変わった方ではあるんだけど、でもやっぱりライガーはもうレジェンドですよ。ジュニア界をここまでジュニアっていうものを上げてったのは本当にライガー選手がいたからだと思います。今の新日本ジュニアっていうのが盛り上がってるのもライガー選手がいたからなんですよ、僕はそう思います。うん、はい、というわけで今日はですねライガー選手の魅力について、痛いほど語ってきましたが、いかがだったでしょうか。とりあえず今日動画はこちらで、はい、よろしければチャンネル登録、高評価、そしてコメントよろしくお願いします。いやー、本当にね、ライガー選手に関してはね、もう語り尽くせない。もっともっといろんな試合も語りたいし、ワイルドペガサスとの試合とか、スペルデルフィンとの試合とかね、語りたいんだけど、本当に時間がいくらあっても足りませんが、ライガー選手の魅力、凄さ、少しは、このぐらいだけど伝わったかなと思いますんで、また、機会がありましたら、今度は他のね、選手についてお話をしたいと思います。それではまた別の動画でお会いしましょう。レオパルドの愛車でございました。